中野とピロリ、千葉ロッテマリーンズ応援チャンネルのピロリです。ふたきさーん、ふたきさーん、頼んますよ。ここまでの言い流れだったのに、おじの涙からの2連勝からのこのロッテというか、千葉に帰ってきてからのねえ、いい流れだったのに、ロッテ対ソフトバンク、10月16日土曜日、ソフトバンクスタジアム、4対10、10点取られて敗戦。佐々木さん、2回投げ切れずっていうのはちょっと、いやー、今日も1回裏までは、もう昨日の流れがそのまま来てるんかと思いましたよ。ねえ。それが、マジか。いやー、2回表に逆転許し、5失点し、さらにフォアボールで降板。小野投手はね、安定してましたけども、次の回まで投げてくれましたけども、そして、鈴木投手も3失点、ハーマン投手1失点、で、東投手が、まあね、ちょっと、今日ね、上空風が4メートル、で、途中からの佐藤俊也選手が、まあ、フライつかめずでね、ちょっとこれ、流れやばいかなと思ったんですけど、東投手は、なんとか無失点に抑えてくれて、もうちょっとね、最後9回、安さん、ね、もう、田中康弘投手は、なんとかかんとか抑えてほしいなと思うところで、安さんも1失点。いやー、ソフトバンクに、15安打10失点で敗戦と。ロッテはね、1回、相手石川修太投手、レアード選手が第27号、ツーランホームラン、そして山口選手が9号ソロ、もう弾丸ライナーで持ってきました、レフトにね。で、ここで、まあ、先制3点したわけですけども、まあ、草木投手が2回表に5点取られてしまいまして、で、さらに3回裏にね、中村翔吾選手が第9号ソロホームランで1点差に追い上げるもね、1点差に追い上げるも、そこから突き放され、で、5回に、杉山投手にスイッチして早くも、で、勝ち投手の権利が石川投手かかるマウンドだったんですけども、なんと、スパッと変えて、そこからの杉山投手がなんと、ノーヒットピッチング。荻野選手のね、デッドボールありましたけど、なんと、ノーヒットピッチングで、ロッテは終盤いいとこなしと。うん。雨も降るし、雨の降りしきる中も、ノーヒットピッチング、杉山投手はね。そして4回、まあ、今日田村選手がスタメンだったんですけども、キャッチャー、佐藤俊也選手が出てきてヒット打って、で、エチェバリア選手も1、2塁間を抜くね、ヒット打って、そこから、まあ、三森選手が、まあ、悪送球で、佐藤俊也選手がサード狙うんですけど、なんと、甲斐キャノン、もうカバー甲斐キャノン炸裂っていう、もうこれもなんかもう軍師炸裂って言われてたけど、マジで、その、わざとではないと思うんですけどね、三森選手も。わざとではないと思うんですけど、中村晃選手がファースト取れず、送球取れず、カバーに入った甲斐選手がサードで佐藤俊也選手を刺すという。軍師なの？これは。これも軍師の仕業なの？っていう。うん。15安打、10得点を許し敗戦。オリックスは山本由伸投手でね、日ハムとの試合を落とすかと思いきや、なんとかもや選手のタイムリーで同点に追いつきまして、マジックは8のまま、明日ですよ。明日、三馬投手、そして千賀投手ね、ちょっとロッテ戦10失点がありましたけども、最近はもうすっかりいつもの千賀投手といいますか、もう今日のね、ちょっと悪い流れをなんとか三馬さんに断ち切ってもらいたい。これがね、いやーや、明日、私、雨なのかな？大丈夫なのかな？明日ね、試合をするとしたら、現地に行きますんで、
皆さんちょっとあれひろえさんじゃねえかなと思ったら声かけてほしいんですけども、まあ今日はね、今日は撮りたかったよ、もう、ちょっとふたぎさん2回投げ切れないってどういうことよ、ねえ、もう皆さんあんまり責めないであげてほしいんですけど、今日の試合の感想とかぜひコメントでいただけたらと思います。またこういった試合後の振り返り動画上げてますんで、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いやー、ヒロミナイト2のね、昨日の、すいません、昨日私ちょっとベロベロだったんですけど、金曜日でだいぶ飲んじゃいまして、ただね、今日もいい流れで勝てるかと思いきや、いやー今日はシラフでお送りいたしましたね。明日なんとかちょっと勝ち越し決めましょうということで、中野ピロ市バロッテマリーンズ応援チャンネル、皆さん明日ももうなんとか1位になりたいよね。マジックはついてるとはいえ、1位にならなきゃマジックは優勝ね、優勝マジックは減らないわけですから、これがなんでね、ちょっと残り試合なんとかお願いしますよ。明日も打線ちょっとなんとか千賀投手から1点でも多く取っていただけるようにお願いしますね。皆様、それでは明日も応援しましょう。バイバイ。